どうもエルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。そうですね、今回もトリスの話をやっていこうかなと思ってまして、そうだね、クエストがまだね、トリスに関しては手伝わないといけないことがあるみたいなんで、ちょっとこの用事を済ませに行きたいなと思います。地図で言うと、こっちディクストラか、こっちだね。よし。いやーにしてもまさかね、トリスとロマンスになるとは。なんかあれなんかな、トリスを選ぶのか、イエネファー選ぶのかみたいな選択が出てくるかもしれないね。さあ移動移動。とりあえず橋渡ってだね。まあそうだね、やっぱ結構大人向けっていうのも分かる気がするね。グロサーモだけどっていうとこやね。さあさあ、いやーでしょ、物語もねほぼ終盤まで来てるんでね、何かと進めていきたいところではあるけど、トリスの家の外に衛兵がいる。まずいな。衛兵か。でも一月分を前金で払ったでしょ。ええ、でもそれは以前のネタ。危険が増した今、金額も上がるの。足元見てますな。でも一月分を前金で払ったでしょ。ええ、でもそれは以前のネタ。危険が増した今、金額も上がもうお金がないの。払う方法は他にもある。首飾り置いて出てって。手を出すな、容赦はせんぞ。容赦はせんぞ。ゲラルト、その必要はないわ。俺の意思だ。荷物を持ったら行くぞ。出て行って早く。手を借りたいならそう言うわよ。なんだ、怒ってるの？え？いいや、別に。でも首飾りはいいの。私をかくまう危険を犯してくれたからね。君が心配だった。心配したぞ。町はウィッチハンターだらけだ。ねえ、準備を済ませて出航を待ってたの。でも先回りされてしまった。奴らは全ての門を閉ざして町中に衛兵を配置した。それから捜索を始めたの。全ての通り、全ての家をくまなくね。少しでも怪しいものは呼び止めた。ほとんどはウサギの足のお守りとか縁起物の魔除けを持った普通の人たち。でも時々はうまくいって本物の魔術師が捕まった。はあ、じゃあやっぱ逃げ出すっていうのが一つ大事になってきそうだね。力になれるか。何もかもめちゃくちゃで、どこから始めたらいいのか。できるだけ早く魔術師全員を不当に集めて乗船させないと。でもベルトルドとアニッセがまだ合流地点に来ていない。ベルトルドとアニッセ、それは誰だ。ベルトルドとアニッセ、誰のことだ。若い夫婦よ。ベルトルドはギルドルフで修行した錬金術師で、アニッセはアレトゥーダの出身。かくまってる人に裏切られてないか心配なのね。私の大家はマシな方でしょ。港にたどり着くのは難しいんじゃないか。港に行くのは難しいんじゃないか。衛兵がうゆうゆいるぞ。通りは避けるつもりよ。問題が起きた場合、キングフィッシャーで落ち合うことになってる。地下室の抜け道から下水道を通って港に行けるはずだけど。ノビグラドの下水道は知ってる。ウィッチハンターには出くわさないだろうが、安全じゃない。だから頼んでるの。港までの道を見つけて安全を確保して。いつウィッチハンターに脱出計画を気づかれるかわからない。私の状況を理解してくれた。はあ、二人を助けて他の全員を危険にさらすか、港に直行して二人を放っておくか。ゲラルト、どうするべき。
まあ、アニセとベルトベル、ベルトルドが助けよう。簡単に見捨てるのは残酷だ。いいわ。それならすぐに行かないと時間がない。案内してくれ。まあそうだね、一人で動くより少しでも味方が多い方がね、まあ、他を晒すっていうのもちょっと考えもんなんだけど、重要人物だったらなおさらだね。あいつ捕らえろ、生き取りにしろ。いていていて、こっちか。そうだ、あのね、そうそう、前回結局ね武器返ってこなくて残念なことに。いやーほんとね、まあその代わりと言っちゃなんなんだけど、新しくいい感じの武器は手に入れたんで。隠れがあるだ。遠くないわリッツよ。今は静かにしてて、注意を引きたくないでしょ。はいはい、じゃあ行きますか。いやーねー、武器が返ってこないな。ちょっと仲介よ、見られたらまずいわ。巡回、ああいたね、巡回か。水だけ飲んどこ。何？まあね、武器が結構大事でね。こいつらだ、言っただろ。魔術師とその女だ。女の方も魔術に手を染めてる。よくや、連れて行け。頼む、やめてくれ。何も悪いことなんてしてない。そう、そのセリフは毎日何度も聞かされる。それで報酬、メリーゴールド、ウィッチャーの二人の予定。やっぱサスケ言ってて正解やね。多分取るだけ取って、やっぱトリスも危険な目に遭ってたかな。大丈夫か、歩けるか。ええ、死にたくない。ここを出ないぞベルトルド。外のありさまを知ってるだろう。港に着く前に捕まる。捕まって殺される。急げ、行くぞ。急げ、行くよ。ありがとう。他のみんなと合流しなきゃ、できるだけ早く。そうそう、ちょっとね、ここにいる方がかえって危ないからね。そうそう、行くぞ行くぞ。ってことは守りきれっていうことか。ちょっとね、取れるものは取っといて。まあ、さっきのね、しかも角張ってた人たちは。いくらで売ったんだ。頼む、お情けを。穀物一袋が、樽一杯のニシンが。やめて、私が衛兵を呼ぶように言ったの。どっちにしろ見つかってた。そうなったら全員焼かれてたのよ。そうだね、衛兵が来る前に出て行け。侍で焼かれるぞ。そんな、どうして。衛兵は待ち伏せを受けたと思うだろう。あとはもうわかるよな。私たちの家なのよ。そんな、好きにしよう。そんなもんだって。今のわざと、まあ、うまく利用されたってことやね。人を探してんのか、うんこ野郎。このクソ野郎ぶった切ってもいいんだけどね。聞こえた。あそこだ、もう二人いる、捕らえろ。キングフィッシャーの地下下水道はもう下湖か。いいえ、下水道を使うことになるなんて思ってもいなかったから。1年前は通りを歩く魔術師に衛兵たちが頭を下げていたのに、それが今やネズミみたいに逃げ回ってる。君は残れ、生きていけるはずだ。他
他のみんなが生きていけないわ。まあ魔術師は魔術師でもその強さとかそこら辺もあるんだろうね。さあこのままどうなるか。最低だ。さあトリスの後をついていくわけだけど、どこ向かってるんだろうね。ウィッチハンターもいない。何も問題ないようだな。遅すぎたのかも。しまった。うん？俺が誰か分かってんのか。ようだからせろ。間違いを犯したな。そうだね。さあまたとない機会更新ですね。いやー一人やられてるか。時間をかけすぎたわ。かけすぎた。二人の人間を助けたんだぞ。ええ、そして一人失った。うん、他の者たちが見つかる前についてよかった。奴らに見つかって全員捕まる前についてよかっただろう。ゲラルト、数の問題じゃないの。嘆いてる時じゃないわ。ついてきて。いやー数の問題でしょ。数が多かったらそれだけ犠牲者がね増えるっていうか、来るものも大きいかいね。反感買う可能性もでかくなってくるし、逆言えばこの人のところに行けば、残りの2人が助かってなかったというふうになるわけだね。どちらかを取るかと。もうほぼほぼさっきの2人も危なかったもんね。こっち。あるじゃん。トリス、上で何があった？大丈夫なのか？いいえ。いろいろとまずいわね。待って、誰が残ってるか確かめたいの。どうして泣くんだお嬢さん。心配しなさんな。美しさがくすんでしまうよ。おお、ディクストラじゃん。心配のしすぎか。いや、生まれつきでない。お前もコビリへ逃げるのか。ヒナの手伝ってるだけだ。知ってるだろう。俺の心は慈悲深くてね。知ってると、お前に困る。どうしてもこれ急に。今頃か。魔術師が迫害されるようになって随分経つだろう。だが動きが活発になったのは最近だ。それにコビリに友人がいると都合が良くてね。特にタンクレッド王の側近は大歓迎だ。し。トリスが話し始める。後で話そう。私たちは長い間逃亡の時を待った。コビリが受け入れてくれるまで、十分な逃亡資金が集まるまで、信頼できる船長と見つかるまで、私たちは長すぎるほど待った。もうためらいはない。今日ノビグラドを離れましょう。無理よ。至る所に奴らがいるのに。だから下水道を通っていくの。ゲラルトが安全な道を手配してくれる。どうせ捕まるさ。捕まって殺されるんだ。かもね。でももしそうなった時は勇敢に戦って死ぬわ。貼り付けにされて慈悲を乞いながらではなくてね。下水道に入ろう。下水道に入るぞ。道を確認したら合図する。俺が通った後をついてこい。何があっても離れるなよ。私はゲラルトと行く。
デクストラは港へ行って船の準備を確認して。分かった。そこで合流できることを祈ってる。本当に空気か。気を悪くしないでほしいんだな。もう悪くした。おしゃべりはやめていきましょう。さあ行きますか。魔術はもうやめる。そう簡単にはいかないさ。ラドビットと教会を敵に回してるんだ。やつらは魔術を消滅させたがってる。なんか物資が結構いろいろとあるね。結構良さげなものな気がするが。これはすごい。真っ白だな。頑張れ。何？と特にはこちらから捕まりに行けば情けをかけてもらえるかしら。ほっといてくれ。よし。すごいのよ。ファルカの台って聞いたことある。車輪がついてて。そうだね、こうやってね、ちょっとレアなやつとかがあるから取っておかないとね。こちらから捕まりに行けば情けをかけてもらえるかしら。拷問が少し減るぐらいね。それがすごいのよ。ファルカの台って聞いたことある。さて聞きたくない。向こうへ行ったい。我々を救いたない。バカな女だ。何か問題。いい一日を。奴らはその神々の名のもとに我々を燃やすんだ。そういう宗教さ。協力に感謝するわ。礼なんて必要ないさ。この混沌とした町で頼れる誰かがいるってのは何にも代えがたいことなのよ。もう戦ってるじゃん。おお、そっちか。さあ次に届いて。そうか、ドラウナーとか出てくるか。ユニでいいか。危ない危ない、取りこぼすとかやったね。アードで壊して、踊るとしない。そう、おお、さみなぎれか。ドラウナやっぱ強いね。さてここら辺相手を取りまくって、いいね、設計図はこんだけ手に入るのはありがたいな。何かと大変やかいね。であったあった、壊した後、あとは隠し通路も探しながら行きますか。左、右、右が正解。ああ、じゃあ左。これだけか。嘘、取れないわ。すべて水の泡よ。落ち着け。多分別の道がある。どこに？通路は行き止まりで、脇道なんてどこにも。おい、もう作ればいいんだよこういうのは。書物室。ほう。書物室か。読んで
次こっちはね。お、ゲルヒン流派の装備が手に入ったね。これで作れるようになるとちょっと質が上がるかな。ちょいと本をね拝借して、一応これでアイテムは全部取れた感じかな。本も取っておいて、結構ね被ってる本もあるからね。やっぱあの扉か。落ちてるこれも拾って OK。 あーだよね。見て、ゴンザロでベルセオの刺繍、バラッテのジャコブの年代記、すごい貴重な初版本ばっかり。後で見に戻ってこよう。無理よ、忘れたの、今日ノビグラルを立つの。覚えてるさ、トリス。ただ出口を見つけた。実感が分かった、本当におしまいかと思った。さよなら。見にくいし知られる。あーなんか強いなって思ってたらやっぱちょっと違うやつだもん。何？ただそこは開いたね。あと魔物がこんなもんか。よしよし、取れるだけ取った。 OK やね。さあ次次、なんとか音がするね。待って、聞こえる？何かしら。ネズミだ。ネズミや。なら私の専門ね。まさかの嘘、ちょっと多すぎる。いや久しぶりのネズミさんやね。あれ最初だいぶ何章か前に掃除した記憶あったけど、さらに増えたってことか。あれだけネズミが出るのも納得だ。死体を投げ入れてるのも悪かった。ここは大広場の真下だ。クリーバーことカルロバリーズの本拠地の偶然の。フロレンス、めっちゃなぜかお金が。よく行方不明になってたわね。大丈夫か。足とふくらはぎを少し噛まれたけど大したことない。傷口を消毒するんだ、感染症にかかるぞ。後でね、まずは港への道を探しましょう。感染症ね、まあ確かにネズミはね危ないからね。はい、フロレンス。おお、クエスト更新。とりあえず通れるようにはなった。こっちは多分行けないところかもと思った。いやー、どんどん厄介な感じ。ただネズミを処理しておかないと後々大変そうだね。上が正解となると、さあさあさあアイテム返し行こうかね。てかこんだけちょっと新しいのが手に入るんだったら、製法書ね、これ取りこぼしたら後々面倒だね。死体は青ざめて干からびてるな。こっち
にそしたら何かあるはず。首と肩のあたりに傷がある。ということでドラウナーより強力なのがいるかな。こっち正解。ああじゃあそうなるとそうなるで困るな。性があるね。よし。ちなみに作れるようになったものあるかな。結構ね。はいはい。ここら辺が霊薬が一つ作れるようになってるね。春つばめ上質。ああそれありがたいな。回復量がね。上がる分には。さあこっちもなんか厄介なのがいそうな感じはするね。爪の跡。爪跡だ。長くて鋭い。なんか出るな。ボスらしきものが出るか。この感じだと。気が出るか。はあ、何気に初だね。しかも火球か。吸血鬼はめちゃくちゃ強いらしいもんね。この世界で言うとね。ウィッチャーもやられる対象の怪物らしいんで。マジか。こういった形で対面することになるか。吸血鬼？吸血鬼？吸血鬼なんだこれ。あー銀の剣でこの程度なんだダメージ。しかも自然回復ついてるね。よし、肩感。水道はいつもこんな刺激的なの？幸運かな。幸運？安定した収入源さ。さあ行くぞ。いやー、回復スピードやばかったね。なんかこう思ってた吸血鬼ってなんかね牙が生えてるイメージだったけど。全然、全然見た目が違う。へぇ、面白いね。さあ、今回の整合書はほとんど。カモメよ、聞こえる。やったわ。ウィッチハンターが気づく。武器系だね。準備をしないと。無事たどり着いたね。
やっと来たか。永遠に出てこないかと思った。何か分かった？船の様子は？古くてボロボロだ。木は腐りかけてるし、帆はすぐ破れそうだ。それに小ビリには行けそう。嵐に会わなければな。みんなに合図するわ。手を貸そうか。バイオリンを弾いたり、花やお菓子を持ってきたりは。一体何の話だ。一体どういう意味だ。おいおい、トリスをこのまま行かせるなんて言うなよ。なぜお前が気にするんだ。恋物語が大好きなのさ。幸せに暮らしましたとさってやつなんだ。逃げて、ビッチハンターよ。船に乗り込め、生け捕りにしろ。さあ次から次へと。いやー来たね。あやま普通追っかけてくるよね。どうお礼を言ったら。社交辞令の暇はないぞお嬢さん。最後のお別れをありがとう。忘れないわ、あなたがしてくれたこと。私たちの思い出を。残ってもらうとね。心に残れ。ゲラルト、やめて。こんな時にそんな、ダメよ。メリーゴールドさん、出航するぞ。頼む。機会はあったけど、見ぬふりをしたでしょ。そうか。寂しくなるか、本当に。私もよ。メリーゴールドさん、船を出すぞ。まあお前はよくやったよ。女魔術師に振られたことが聞きたいか。ああぜひとも。ああ聞こうじゃないか。知っての通り、俺はフィリパ・エイルハートに惚れていた。レダニアにいた頃にな。ある日発情した女みたいに香水を浴びて、細い縞模様の服で、ほら細く見えるだろう。それでフィリパを訪ねたんだ。俺がフィリパ、俺たちは似た者同士だなって言ったら、なんて言われたと思う。服が似合ってないとでも言われたか。違う、あいつ男には興味がないと言ったんだ。俺はやけ酒をして女を買いに行った。その話は俺への助言か。どちらかというと教訓だ。俺と同じことをするんだな。だがその前に話がある。何を企んでるんだ。今度は何を企んでる。俺たちは一体何人の魔術師を助けたか覚えてるか。分からん、数えてないが30人前後じゃないか。それで北方にはどれくらい残っていると思う。錬金術師癒して薬草油は2000か3000か。お前は人口の統計でも取ってるのか。違う、俺は心配なんだ。ノビグラドには俺たちがいた。だがリンデでは誰が魔術師を助ける。バンワルドは、アルドカレーは、ガレットは、ラドビットのイカレ野郎は、イエネバーとトリスを含めて一人残らず葬り去るまで手を止めんだろう。グッとくる話だが、さっさと要点に移れ。なんで俺にそんな話をする。ラドビット殺害に手を貸してほしいんだ。ほう、大殺しを請け負わない。あ、世界中の魔術師について心配してるって。お前が心配してるって。俺がそれを信じるとでも。嘘はついちゃいない。俺が魔術師の境遇に心を痛めてるからではないがな。この組織的な魔術師狩りはさらに深刻な問題の前触れだ。
ダニアは今一人の狂人が治めている。俺はラドビットの父、ね、ビジビルの下で働いてた。諜報員のトップとして20年以上もな。共にレダニアを北方で最も強い国に鍛え上げた。お前は何がレダニアの国力の源だと思う？軍隊じゃないのか？外れだバカめ。農民どもに武器を持たせ鍛え上げる方法のどこに美学がある？健康的な経済や他国との強固な同盟、工業力、進展する科学、そして公正で独立した司法機関を保持する強力な国家を築くのははるかに困難なのだ。いじめると俺は何年も心血を注ぎ続け、ようやくそれを成し遂げた。それをあの若造が台無しにするのは、ただ黙って見てるつもりはない。ラドビットなど霊言王よりも強王がふさわしい。力を貸してくれないか、ゲラルト。大殺しか。まあ、受け負わないって書いてもね。大殺さない。大殺しの噂が立つのもごめん、こむ。わかっている。暗殺の計画を立てるのに手を貸してほしいだけだ。実行は他の奴にやらせる。ディクスラ、お前は知ってるだろうが、ウィッチャーは政治的には中立な立場にあって。くだらん。それはお前らウィッチャーが使う体のいい方便でしかない。事態は悪化する一方だ。あらゆる町で火炙りが行われ、有名無名に関わらず魔術師は囚われるようになる。お前の女友達も例外じゃない。非人間族やウィッチャーも狙われるだろう。北方がそんな風に変わってしまっていいのか？その沈黙、言わんとすることはわかる。お殺しはネッカー退治とはわけが違うからな。俺が言ったことをよく考えてみてくれ。もしそれでこの世界の歴史を明るい方に変える気になったら、俺に会いに来い。場所はパシフローラの屋根裏だ。俺の仲間と一緒に待っている。考えておく。じゃあ投げられると。さあ、またとない機会クリアですね。いやー、最後だいぶ厄介なことをお願いされた気はするが、これトリスどうなんの？まあ来なさそうだね。じゃあロッシュディクストラ先話しますか。ディクストラは、あら、二人とも同じところいるね。よし。あとこの辺りに置いてるか。なんかすごい、すごい倒れてる。いやー、そっかー。全体的に、大殺しか。あー、サブミッションだろうね、この感じだとね。さあ、ロッシュとディクストラしますか。ただ話すだけでいけそうな気がするんだね、この二人に関しては。何かとサブミッションはちょいちょいしてたんで。いやー、でもトリスは結局どうなるんだろうね。一番は武器が返ってこなかったっけ。武器が返ってこない、一番辛いんだよ、何気にね。さあ、結構遠いねー。さあ、もうじきかな。いや、下か。腹が永遠の炎よ、この痛みを。蛇みたいなのね、下も蛇だったりして。いや、こっちか。真っ暗だ。あ、暗闇しか見えない。いや、横からやね。ここにいるのは、あれ、いない。いや、地下か。
地下だね。よしよし。さあこっち行って、こうで。あら、もしかしてこれ意外と場所違う？なんかそんな感じがするね。合ってるの？ハクロウさん、パシフローラにようこそ。あら、覚えてないみたいだね。こんにちは。気にしないで、最後に会った時からずいぶん変わったはずだもの。いつだった？大昔よ。あなたとダンデリオンがハーフリングを2人連れて現れた時ね。あの子たち大したものだったわ。あの夜は今でも語り草よ。ああ、すまないが、ここに来たのは。自然に話して、ここに来た理由はよくわかってる。みんな待ってるわ。さあ、こっちよ。こっちに来て、上の階よ。なるほど。わざとこういうふうに装ったってことだよね。道理で見つからんわけやな。さあ、ロッシュはどこにいる？あの床屋はミッチャーとゲラルト。娘をこの地で直したんだろう。もちろん。ゲラルト、来てくれた。暗殺を企むなら静かな場所を選ぶべきじゃないか。ここなら誰もがヨタ話に花を咲かせてる。気を隠すには無理さ。それにここはそういう話で有名な場所なんだ。バルカはここで反乱の計画を立てた。つまりグリダンク王の殺害もここで企てられたことになる。自分をファルカに例えるつもりか？レダニア史上最も血生臭い偉人だろう。彼女の反乱は歴史を変えた。それが共通点になる。血という意味では俺たちはラドビットの血しか求めていない。手伝う気になってくれてよかった。来るかどうか自信がなかった。本題に入る。トリス家の反のためにラドビットには死ぬわ。まだ手伝うと決めたわけではない。気になったから来ただけだ。手伝ってくれるんだろう。どうだろうな。まずは俺に何をしてほしいのか教えてくれ。俺の仲間のことは知っているな。ロッシュか。なぜここに？お互いに元諜報員だからな。王を守る立場にあったお前が王殺しに手を貸すのか？誇らしいことだとは思っていない。だがこれが一番マシな選択肢だった。ラドビットが自らの目的のため以外に動くことはない。ケイドウェンが助けを求めたとき、奴は信仰を選んだ。俺がビジマの防衛で助力を求めたときは、聞く耳を持たなかった。戦争が終わりに近づきつつある。今は最終段階だ。迅速な行動が肝要だ。ラドビットの死なくして、自由なテメリアは実現できないと確信している。どういう意味だ？どういう意味だ？ラドビッドはテメリアと同盟関係にあるようだ。こちらのゲリラたちが奴に従い、奴の軍に協力をしている限りはな。戦争に勝った時、奴がかつての国境線を尊重するとは思えん。奴は北方に帝国を築きたいのだ。つまりその聖ある限り、テメリアに自由はない。まあ、政治の話をするために呼んだわけではない。ラドビッドはトリスとイエニハーにとって危険な存在だ。お前が気にするのはそこだろ。何をしろと？それで俺に何をしろと言うんだ？仲間の一人が情報提供者に会いに行ったきり戻ってこない。だが計画の成功はそこで得た情報にかかっている。そいつを見つけたいのだが、お前ほど優れた追跡者はいない。追跡者か？笑えるな。他に情報は？例えばそいつを最後に確認した場所は？そいつはあちこちを旅する靴屋のふりをして移動していた。ポンターの向こうに行こうとしていたから、レダニアの検問所を通ったはずだ。もっと詳しい男が向こうにいる。グレゴールという男だ。お前の仲間を見つけよう。よし、グレゴールと話してこよう。助かる。なるべく目立たないようにしてくれ。できるだけな。忘れるな。
この任務には未来がかかってる。テメリアの未来、そして北方の未来が。分かってる。しくじらないようにする。またな。頼りにしてるぞ、ゲラルト。入ってくるところを見られてないだろうな。公爵夫人とお前の手下以外には見られていないが。ち。さあ。話せば。いいと思う。何の用だ。ワールドハントの戦いに協力してほしい。これだよ、これ。お前に頼むかどうかすら、正直今も迷ってる。だが今は、少しでも多くの助けが必要だ。頼み事か、面白い。話してみろ。もうすぐ、ワイルドハントがケイアムルヘンに攻めてくる。奴らを撃退するために、あらゆる人材と物資が必要だ。ワイルドハント？そんな話を信じると思うのか？現実の話だ。悪夢でも冗談でもない。身を刺すような真実だ。悪いが、今は自分の厄介事で手一杯だ。まだ損失を取り戻せていない。もちろん、お前の働きが足りなかったせい。頼みを聞く義理はないな。ただディクストラはダメと。あ、これで王を倒してたらっていうとか順番もありそうだね。じゃあロッシュは？リビアのゲラルト、無事だったか。ケイアモルヘン防衛のため力を借りたいと。ケイアモルヘンで一緒に戦ってくれ。シリをそこに連れて行く。すぐにワイルドハントが現れる。お前は俺が困っているとき助けてくれた。今度はこちらの番だ。ありがとう。この戦いにお前の力は欠かせない。ベスを連れて行くかどうかは考えよう。どちらにせよ必ず行く。ロッシュは OK ってことで、寝る前に何を飲むか。これで、ノビグラードはクリアだね。で、今何になってる。悪魔の手が触れる時だね。これはまだいけんね。で、スケリッジ、エムヒル。このキーラメッツとエムヒル先に次回行って、スケリッジに行く感じにしよっかな。あ、スキルポイントが触れる。何をつけるかこう迷うよね、スキルね。はい、ゲット。資格を流して小攻撃のスペシャルと。多分つけなくていいんじゃないかな。いや、つけないとダメか。まあ。今回は、ここまでにしましょう。とりあえず、ノビグラド編が終わりと。無事ね。まあ、よかったかと。次はちょっとね、次、マップへ移動してから開始したいなと思いますので、まあ、次回で楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。